いやあ、刹那圭介だよ。テンパートからのためのりなんですけど、ちょっとこのスタート画面からやっていきたいと思います。新規一点って感じで、続きから。お、いや、これちょっと待って、これハード黄色に2つなったってやつ、これが条件かもしかして。ってことはどっか忘れたけど、トイレ行ったら何かあるんちゃうかな、もしかして。本編プレイ、これでトイレ行ったらどっかのトイレになんかある敵なんかあったことない？これあったな、いつか。まあ、というわけでちょっと行ってみたいと思います。おっおっ、ちょっとめっちゃ増えとるんやけど、この二人増えとんやけど。りょうこ、シオンをいじめていた子、かっこ主犯、暴力事件も起こし低額になっていた時期もある、問題のある生徒。無表情で何を考えているのか分からず、やることは残酷。人をいじめることをただの暇つぶし程度にしか考えてない。いじめっ子の、もう、モデルと言ってもいいぐらいのやつやな。こっちは？緑。涼子と一緒にいじめをしていた子、単独行動をしない。完全にこいつスネ夫でないか、やっぱ。人をいじめることで自分がいじめのターゲットにならないようにしているらしい。いやー、そういうタイプおるわ。結構そういうタイプおるじゃん。完全にスネ夫タイプちゃうん、これ。ジャイアンにいじめられんようにするためにジャイアンにこびるんじゃん。涼子の命令には絶対服従。うん、同い年に、同学年だと思うんやけど、それにもかかわらず、涼子のことをさん付けで読んでおったもんな。よっしゃ、行こう。スキップ。あー、この辺もスキップしてほしかった。この辺もスキップしてほしい。あ、待ってよ。これもしかしてまだ選んでない飲み物を選べるんちゃうんか、これ。やったー、これは。どれ選んでなかったかな。確か第1部と第2部って内容変わってなかったっけな。マズチャ特別ブランドを選んどったと思うよな、俺。1周目。いやー、どれにしようかな。とろける卵スープ。この暑い日にホット買うか。まあ、好きならそれでいいけどな。ありがとう。そうか、ホットか。そういう線があった。じゃあ、俺はこれ、と。さあ、どうなる？あー、これ美味しい。まあ、この辺はパス。暑いけど美味しいよ。あー、うわぁ、美味しいんか、もう。暑いからって、冷たいものの飲みすぎは良くないんだよ。あーこいつ熱いもん選んでしまったからって言い訳しておるよ。冷たいものの飲みすぎは良くないんだよって。お前、家に帰ったら冷たいもんばっか飲んどるくせに。なんか余計に汗かいちゃいそう。そうやな。どうだ？あー、これ閉じとるぞ、入れるんか。あー、あいったー、立ち入り禁止、開けおったで。なにこれ、プールの鍵とかある。ちょっと待って、プールの鍵ってそのプールがどこにあるかわからんのやけど。うーわー、ちょっと気になる。外だったよな、確かプールって。音量さん、まあ音量はまだ出てこん頃か、これって。待てよ。プールの鍵はいいけどさ。庭出れる？出れるな。プールの鍵あって。プール？めっちゃ気になるんですけど。プールとかめっちゃ気になるんですけど。ああ、そういや、これ。ピアノを聴く弾かずじまいでおったけど、弾いてどうなるんだろう。ああ、ここじゃ。プール、ここじゃ。
ようやく見つけた。ここあったわ、そういやプールは。じゃあちょっと入りまーす。おっしゃー。おお、すごいな。確かこの辺から入れるんだったよな。ほら、この階なんとかってあれは開発室。無駄なスペースの多い学校だったので勝手に作っちゃいました。でへでへって許されることじゃない。勝手に作ったもん。おお、おまけ部屋や。やっぱ知ってしまったよ、おまけ部屋。これで最後になるんか、この赤髪の音量の実況も。制作者のリリティです。この度は赤髪の音量を最後までプレイしてくださってありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。実況させてもらいました。今回のゲームは音量の夜のリメイク作品なわけですが、いかがだったでしょうか。うん、面白かったよ。ただその音量の夜ってもやらずにこっちやったけん、ちょっと音量の夜がどんな感じだったかわからんけどね。前回よりも分かりやすく丁寧に作ったつもりです。前回をやっていないので分からないつもりです。過去編は強引に作っています。前回過去編がないことを知りません。あるんか知らんけどさ。主人公がいきなり過去へ行けるようになったり、ホラー話から離れすぎてますけどね。まあそこが面白いんです。よかったよかった。死んだ人は生き返らないけど、もし過去が変えればこんないい未来が待ってるよ。パラレルワールドのような感じです。まあそうですね、ホラーだけど、みんなが救われる結末を作りたかったんです。なるほど。いじめっ子も救われてるんですよ。だって人殺しをしないで済んだわけですから。まあそういう考え方もあるけどさ。まああるけどさ。場違いな選択肢も多かったと思いますが、リメイク前で好評だったので残すことにしました。それは残してくれんかったら俺としてはな、ボケがいがないっつうか、そうなんですよ。シリアスなゲーム作りは私には無理です。このゲーム、まだ謎が残っている部分はありますけど、あれはあれで残しておこうかと。ユーリに問いかけてきた謎の声、黒影は何だったのか、などなど。ああ、それ気になる。もう何がなかったかわからん、何だったのかわからんままだった、ちょっとな。悔しいというか。新ゲームに登場させるネタにもできるし、現実世界でもわからない不思議なものってたくさんあると思うんです。ああ完全にゲーム、新しいネタにしとったよ。資源の蝶であの黒いやつ出てきたもん。出ちゃいましたよ。だからここで解説などはしません。うん。今流れてるこの音楽、悲しき音量って言います。自作曲で気に入っています。おお、いい曲ですよね。音楽室のピアノを調べると聴ける音量の夜のタイトルテーマでもない。もう気に入っています。ああ、そっち聞きましたよ。ちょっと拍手しちゃったよ。長くなってしまいましたね。ゲーム完全クリアおめでとうございます。2回目ありがとうございます。また新しいゲーム作った時に会えるといいね。すいません、その新しいゲーム先にやっちゃいました。では話しかけていきたいと思います。これ誰や、あれこれ誰やったっけ、あれあれ、え、ちょっと待って、これ誰。え、こんなやつおったっけ。音量の夜バージョンのユーリ。あ、ユーリ。こんなんだったんや、最初。誰って思った。これ、なんか次の資源の城に出てくる、ミハルみたいな感じやもん、これ。ドッド A は今より太ましいです。髪の色も明るい金髪でした。なんで神社の娘なのに金髪なのか。それは作者の趣味らしいです。仕方ないね。作者さん金髪好きなんだ。アメリカとか行ったらいいよ、金髪の美女とか多そうやもん。リメイク前の作品の簡単な説明。音量の夜バージョンはウラクさんを特殊バトルで倒すエンディングがありました。結構違うんじゃん。あと自由行動と同時に学校から帰れたり、帰れるん。これ前作もやってみたなってきたな。前作じゃないわ、音量の夜の方も内容一緒なんやろうけど、やってみたくはなるんやな。探索場所のヒントが少なく、勝手に調べてね、だったので、迷う人も多かったかも。なるほどね。だからこの、リメイク版を作ったんで、なんで、なんか、リメイク前のユーリと、黒いやつが、こっち、
向いてくるんやけど資源の上でもあったぞ。なんか知らん探偵みたいなおっさんが向いてくるような。何か言ってるようだが影なので声は聞こえない。どうやらクリアを祝っているようだだからそれやめ。グー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 、それやめ謎の多い黒影くん、次の日にはまたあのポスターに戻っていることでしょう次回作に出れるかもしれないから、その時はよろしくと言っているようだ。出たよ出たよ、よかったよよかったよ。その時はちゃんと喋れるし、よかったよ。そのアイテム持ってないんだ。え、何？クククク。え、何よ？そのアイテムって何？気になるんですけど、気になるんですけど。お、教えてくださいよ、教えてくださいよ、教えてくださいよ。おわ、なんかリア充みたいな並び方してる。うわ、シューがリア充みたいな感じになってる。付き合ってるんですかってぐらいの並び方してる、シュー。もしかして告白したん？でもって、OK もらえたん？いいな。よ。メンバーに俺がいて、ここにも俺がいるのは開発室だからだぜ。偽物じゃないからな、偽シューじゃないからな、逃げないでくれよな。あんまり役に立たなかったけど、俺は主人公じゃないからしょうがないんだ役に立ったって言ったらロッカーぶち壊すところぐらいかな。ユーリがあまりにも変な選択肢を選ぶと俺がツッコミを入れるぜなんかプロローグとかではシューが変なこと言うのにみんな突っ込んでくれんもんな。引かれとるだけでさ、ちょっとかわいそうやな。ボケキャラは俺なんだけどな、ユーリはその上を行くことがあるんだちょっと本職がなんかバイトに負けとるようなもんやなかわいそう。ボケキャラっていうかかわいそうキャラやな。まあ画面の前の操作してる人次第だけどな。うん、俺めっちゃボケよったもん。どんどん突っ込んでくれたわ、ありがとう。ではこの隣のレンカちゃん、付き合ってるの？二人。出番の少なかったレンカです。音量の夜の時よりは出番増えてるんだけど、もう少し出たかったなあれ以下だったんじゃ音量の夜。レイカちゃん、あ、レイカさんと似てるけど、家族だったり親戚じゃないよ。世界中に自分に似てる人が3人はいるって言うけど、その中の1人かもね。うん。同じ線画って読むこれ。わからんけど、から書いたんだってさ。似てて当たり前なんだよね。それは、いわゆる使い回しってやつじゃないんかな。リサイクル。エコだな。ちなみにここにいる私は開発室から出られないから、連れて帰れないよ、連れて帰らないよらないよ。レイカです。シオンちゃんがいじめられてたなんて全然知らなかったよ。引っ越してからも連絡は取り合ってたけど、そういうこと全然言わなかったの。きっと心配させたくなかったんだと思うけど、友達としてはちょっと寂しいね。そうですね、なんか頼ってほしいっていうのは思うよな、友達やけん。レイカちゃんが隣にいて嬉しいです、嬉しいです。私もう一人の主人公なんだよ。怖いゲームだと思ってワクワクしてた人だったらごめんね。最初の注意書きにあんまり怖くないかもって書いてあったでしょ。あったあったあった。怖い話よりも悲しい話に近いかな。お化けになった私がちょっと怖いだけだよ。ユーリちゃんとシュウくん、あのいじめっ子二人と瞳の色が一緒なの、気がついた？どうでもいい。残念。てかユーリだけなんかのけものにされとるような感じになって、ユーリじゃないわ、レンカだけのけものにされとる感じになっとる。あーかわいそう。本が散らかっている。もしかしてこの本棚のも動くとか。動かんの？あ、動かんのかよなんかあるかと思うやろうがな、これ。現在の校長の写真が飾ってある。ボツにしたやつやって。見よ。何それ。本当に大丈夫ですか？覚悟はできてるって。そんな覚悟を持たないかんの、これ。絶対これ、この、
登場人物のキャラクターと違う人が書いたのこれ適当に書いた感満載やし、こんな校長だったら絶対ついていかへんし校長室でパネルを調べた時に写真が見れるようにする予定でした、うん、しかしあまりにも強烈なので本編で使うと物語を無事更新するので写真は見れないようにしましたその通りやわ無事壊しやな、この話的にはさ。実況的には面白いかもしれんけど、突然こんなんできたらさ。このキャラ、手抜きにも程があるわ。思った、俺も。俺は思った。ボツにして正解ね。これはひどすぎるわ。その通り。こういうんだから怖いわ。これで最後か。ちょっと待って、最後がこいつってちょっと俺で、腑に落ちんのやけど、しょうがない。うわ、終わったはい。というわけで、おまけ部屋も終わったことですし、今回もこの辺でお会いさせていただきます。この時代の私は、まだ中学生じゃない。どうしようってなるわけです。で、前回は会えないよって選んだんですけど、会えるよって選んだらどうなるかな？会えると思うよ。いつの日か、きっと。またね、ゆうりちゃん。彼女は手を振りながら帰っていった。私も元の場所にも帰ろう。うん、そうなんや。うん。で、もう帰る。未来に与える影響とは。まあ、こうなる。おうおうおう。決まらないね、とかなって。まあ、こうなるよね。こうなるよね。お化け屋敷のやつに、コスプレ喫茶、もう、そこはもう、妥協しようぜ。ただの喫茶店にしようぜ。喫茶店喫茶店喫茶店セリフ変わらんな。ああ、そうか、そうか、そうか。自動販売機のところで変わるんか。ああ、なるほど。ここで、あの時に、会えるよね、選んだけに自動販売機のとこに変わるん、ん？変わらへんな。変わらへんな。どっち選んでも大差なかったんかな。あー、ここだ、ここだ。ここで突然、なんずんか、ゆうりちゃん。あそんな展開あるんじゃないかな。ここでばったり会うって展開ないんか。ないんか。あ！新しい未来、トゥルーエンド。微妙に変わっとったな、微妙に。ほんと微妙に変わっとったな。すれ違って、あの子、まさかって感じで、お姉さん先生が振り返ったぐらいだったな。